心,心、心は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の新潟市社管内で、同社市会社のトッキーが運営する、駅ビルの愛称である。駅ビル、心は、新潟県のほぼ全域と山形県庄内地方の、JR 東日本区間を管轄する JR、新潟支社の管内に所在する新潟駅、新潟市、長岡駅、 長岡市、越後湯沢駅、湯沢町の3駅で展開している。2012年、平成24年からは、ライフプラザ心をキャッチフレーズにより立地に特化した店舗構成を打ち出している。デイリーライフプラザをコンセプトとする新潟駅内6、フロアは、食料品店や日用品店、家電量販店などを中心としたテナント構成で、 生活関連用品の品揃えに特化している。トレンドライフプラーザをコンセプトとする長岡は、高層階は、服飾系のテナントを中心とする一方、低層階を食品館として、食料品や日用品などを取り扱うテナントも配している。観光客が多い越後湯沢は、ツーリストライフプラーザをコンセプトに、土産品や、 地域の特産品を取り扱う店舗と飲食店を中心としたテナント構成としているほか、観光施設も内包している。なお、各テナントでは一部店舗を除き、スイカショッピングサービスが利用できる。店舗利用時のポイントサービスとして、JR 東日本の共通ポイントである、JRE ポイントが2018年11月1日から導入されている。 JRE ポイントが導入される前は、ココロメンバーズと呼ばれる独のポイントサービスが導入されていたが、JRE ポイントの導入に伴い2018年10月31日をもってココロポイントの付与は終了した。公式キャラクターは、お米姉さん、粘り強い性格でのっぺなどの新潟名さんが好物である。総称は、新潟駅ビル c 新潟駅ビル心もしくは心新潟。心新潟だが、売り場は、駅舎内7箇所に分散しており、下記7フロアから構成される。南口2階、東側連絡通路沿い、東改札口通路正面。もず口1階、地下1階、生活食品ゾーン、新潟名店街ゾーン、文化、医療ゾーン、飲食店街ゾーンの4つに分かれている。南口2階、 東改札口通路から東側連絡通路にかけて飲食や物販の店舗が並ぶエリアである南口バスターミナル及び東側連絡通路沿い8階建ての南館は新潟駅付近連続立体交差化事業2021年度竣工予定と並行して進められている新潟駅南口駅前広場整備事業の一環で建設されたもの 2009年1月に竣工して、段階的に各フロアがオープンし、駐車場は1月30日共用開始、3階の駅レンタカー及びフードコスメゾーンは2月7日にオープン、2月20日にビッグカメラが開店し、グランドオープンとなった。3階フロアは東側連絡通路を内放する形になっている。南口1階、中央広場沿い、南館と同様、 駅前広場整備事業の一環で2009年9月19日にオープンした新フロア。南口駅舎の1階を改修して増床された。各テナントのうちサンドイッチを主体とするファーストフードサブウェイは新潟県発、新室、あたご商事によるフランチャイズ店舗。また NSG グループが運営するオールアルビレックスのグッズショップ、オレンジガーデンなどが出展している。 南口、西側連絡通路沿い。2013年4月8日に開業した、西側連絡通路沿いのホテルメッツ新潟には、1階から3階に商業ゾーンが設けられている。ホテル宿泊者向けに特化したテナント構成で、新潟県の各種物産を取り扱う店舗、夕食、朝食を提供する、飲食店、コンビニエンスストアからなる。西側連絡通路沿い。 2018年4月15日に、新潟の食文化発信拠点施設としてオープンした。食に関する隠しテナントに加え、ライブキッチンや、新幹線発車前30分の過ごし方といった、新たな食のシーンが提供される。心長岡、大手口1階、中2階2階、大手口駅舎にある心長岡は、経営5つのフロアで構成。 1>, 1階の大手口北口付近は食品館中央口南口付近はレストランフロアと土産品服飾雑貨の専門店からなるファーストフロア2階は服飾雑貨の専門店主体のアーバンフロア中2階は書店と喫茶店休憩スペースからなるワンダーフロアとなっているさらに2階の改札口北側には内科、歯科、薬局とマッサージルームからなる メディカルヘルシーモールがある。新潟と異なり、フロアはすべて、大手口駅舎内に設けられているため、回遊性が高い。また JR 新潟支社と長岡市では、長岡駅周辺整備事業の一環で、駅舎2階部に所在した心の一部フロアを撤し、2010年春に、東西自由通路が、延伸開通。さらに2012年春に、大手口側のペデストリアンデッキ。 大手スカイデッキが開通したことにより、駅周辺の回遊性が高められている。心湯沢、は、西口2階コンコース、2階北側、新潟、長岡が、いわゆる、駅ビルとしての総合的商業施設であるのに対し、観光地に立地することや、北陸地方方面との乗り換え駅であることなどを、鑑み、土産物販売に特化している。フロアは、 西口駅舎2階コンコースの1フロアのみで、北側の本館は、土産品、地酒の販売とイートイン、温泉施設などからなる、ポンシュ屋コンコース内は、昭和時代初期のが暗木像の家屋が立ち並み町並みをモチーフにしたフロア、岩木通りとなっている。ポンシュ屋は、新潟県の名産の一つである、日本酒をメインテーマにした商業施設であり、 県内各地の酒蔵から取り寄せた日本酒や南魚沼地方の名産品を中心とした県内各地の土産物などが列されている。また飲食コーナーやテイステ、イングギャラリー越野の室、日本酒シー飲コーナーのほか、越後湯沢温泉の源泉に日本酒を加えたものが使用されている入浴施設、酒風呂湯の沢がある。オープン当初のフロアは西口2階北側のみだったが、 2009年、JR 東日本が主体となって、駅周辺地域の活性化を目指して、新フロア、岩木通りの整備に着手し、雪国の歴史と伝統をテーマに改札口と心の間のコンコースを改装し、同年7月17日に、土産品店などを中心としたエリアがオープン。さらに、同年12月19日には飲食店、惣菜店を内包する、食べ歩き横丁と、 観光案内所などを内包するビジターセンターを増床し、グランドオープンした。なお、命名当時の運営元である、エチゴステーション開発と、後の運営元のトッキーともに、かつてのセゾングループクレディセゾンとの資本関係は、一切ない。南口2階、西側連絡通路沿い心解消当時の、フロア名称は、心西だったが、前日の心、 西立オープンと新潟駅連続立体交差事業の工程進捗などに伴い、現在の名称に解消した。フードコートに隣接して、ヨドバシカメラ新潟店が出店していた。厳密には、心のテナントではないが、参考として概要を付記する。フロア表記のうち、2階は、中3階、1階は2階、西側通路、西改札口直結に相当する。 ヨドバシカメラ新潟店は2016年3月にモズ口の新店舗に移転した移転。これに合わせてココロフードコートも2016年3月31日で閉館する。ヨドバシカメラ新潟店の跡地は新潟駅第一期構下化に合わせて2018年4月15日に新潟の食文化発信拠点施設のココロ西 N がオープンした。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。